皆さんこんにちは、山口です。今日はですね、自転車系 YouTuber ケンタさんの撮影方法ということで解説していきたいと思います。1点ご注意なんですけれども、この方法はケンタさんご本人から聞いた方法ではないですし、実際にケンタさんが撮影している現場を見て皆さんに教えるっていう動画ではないです。あくまでも僕が持ってる機材、僕が買ったもので同じような画角、同じような構図でこんな絵が撮れますよっていうのの紹介になりますので、その点ご注意お願いいたします。はい、ケンタさんが使ってる機材の方がいいものなので、若干の撮れ方の違いみたいなのはあるかもしれないですけども、大体は同じような画角構図で撮れてるんじゃないかなと思うので、気になる方がいらっしゃったら最後までお付き合いください。早速機材の紹介なんですけど、必要な機材はこちら GoPro とこの 3way の三脚って言ったらいいんですかね、もうこの2つだけですね。厳密に言うとケンタさんはソニーの一眼レフで 4K 動画を撮ったりとかはしてるので、この2つだけで全く同じものが全部撮れるわけではないです。全く同じような動画が撮りたかったら別途デジタル一眼レフで動画が撮れるようなものが必要やったりするんですけど、ライド動画に関しては大体これでいけますんで、今回はねこの撮り方を紹介していきたいと思います。で、僕が使ってる GoPro は GoPro Hero 8ですね。はい、でケンタさんは GoPro Hero 9で、しかもここのレンズ部分に MAX モジュラーレンズかなっていうのをつけてて、手ブレ補正も効いてかつ画角が広いっていう状態で撮影されてるみたいなので、動画を見た感じね、僕の場合は GoPro Hero 8で画角は同じような広い画角で撮ることはできるんですけど、ちょっと手ブレ補正が弱いんじゃないかなと思います。全く同じには撮れてないっていうのはそういうところですね。で、この 3way の三脚なんですけど、形機能的には GoPro 純正のものと全く同じようなものになってると思います。こんな感じ、ここにストラップを通す穴が開いてたり、握るところのグリップですね、おそらく GoPro 純正のちゃんとしたやつはこのグリップ部分がゴムになってると思うんですけど、これは1350円ぐらいで買った Amazon の安物なので、ただの艶消しプラスチックですね。で、ここに謎のストッパーがついてまして、勝手に閉じないようになってる、このストッパーいるかなっていう感じなんですけど、これ GoPro 純正でもこんな感じなんですかね。これ何のためについてるのかちょっと僕には分からないんですけど、ストッパーがついてます。で、ここのねネジ部分を回すとこの稼働する硬さを調整することができます。で、ここにも同じようについてて、で上にも同じようにネジがついてますと。で、この 3way の三脚部分どこやねんっていうと、実はですね、ここにこのように三脚の足が入っててですね、これをこういう風に取り付けるとこのまま立てて三脚として使うこともできるし、もう一個使い道があるんですけど、実はここですね、さらに抜けるようになっててよっ、はい、これを抜くと GoPro はねそのまま取り付けれるようになるんですよ。ちょっと一回やってみますね。はい、こんな感じです正直こんなちっちゃい三脚どこでどう使うんやろっていう感じなんですけど、すごいミニマムな三脚になります。はい、これね GoPro 純正のものやとすごい高いんですよ。9000円ぐらいしたかな。今回は僕はね Amazon で、悪く言ってしまうとパクリ商品ですよね、まんま形状をパクりましたみたいなパクリ商品ですけど、まあ1350円でめちゃくちゃ安くて、しかもめっちゃ使えるんで、気になる人は動画の説明欄に商品リンクを入れとくんで、 Amazon のよかったらチェックしてみてください。で、さっさと撮り方紹介しようって感じやと思うんですけど、撮り方はもうシンプル、これで持ちながら乗るだけです。撮影しながら、はい、実際やってみましょう。まあこれで自転車に乗ってるとしましょう。外でねライド中やったとして、一応画角を確認するためにスマホはペアリングした方がいいんじゃないかなと思います。で、スマホのペアリングをしたら大体画角が
自分の理想通りになってるかを確認して、自分の理想通りになってるなと思ったら、この状態で GoPro ビデオスタート。はい、こんな感じでね、スイッチを押さなくても音声でコントロールできるので、音声コントロールで録画してもらうといいんじゃないかなと思います。いちいちね、ちょっと手を離してこうやって撮影ボタン押すこともできるんですけど、声でやっちゃった方が手っ取り早いのであちこち向いて喋ってますけど、で、大体ケンタさんの動画の画角はいつも自分の顔が画面の中心にあって、右手はギリギリ見切れてるぐらいで、左手のブラケットがギリギリ映るぐらい、ここですね。ちょっとだからこれ画角が調整がもうちょいこうかなっていうのをこう大体確認しながらやってもらうといいんじゃないかなと思います。もうちょっと近づけて、で、GoPro をよいしょ、こんな感じかな、大体こんな感じかな、うん、サイクルコンピューターからトップチューブで、自分のお股あたりがね映ってて、で、顔が中心にあると、大体これぐらいの画角で撮られてるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、家の中でねこうやって見せられてもよくわかんないよって、ね、思うかもしれないん で実際ね、せっかくサイクルジャージ着てるんで外で、撮ってみたいと思います。それでは行ってきましょう。はい、突然ですが編集の山口です。今家に帰ってきて映像を見て思ったんですけど、今撮影してるモードが GoPro Hero 8の 2.7K60fps スーパービューのハイパースムースがオフのモードで撮ってます。で、僕の GoPro Hero 8の場合、このモードが一番広角で撮れるモードになるんですが、結構手ブレがひどいので、画角とね構図を優先するとこういう設定になっちゃうんですけど、まあ実際はハイパースムースはオンかブーストかどっちかで撮った方がいいんじゃないかなとは思います。多少画角は狭くなりますけど、結構手ブレがひどくて見にくいので、まあ、手ブレ補正はかけた方がいいですね。ちょっとクロップされちゃいますけどね、画角狭くなって。なので今回は編集ソフトの方で手ブレ補正をかけて映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、そんなわけで、今ね利根川までやってまいりました。どうですか、画角構図健太さんと同じような撮れ方してるんじゃないですかね。注意していただきたいことがあるんですけど、あくまでもこれは人がいないところでやってください。あと、もしね落車して怪我したり何かトラブルになったりしても、僕は責任を負いませんし、で、絶対にね健太さんのせいにもしないでください。はい、撮影方法の動画って、ま、健太さんがね自分で紹介して自分で動画をアップするのが一番皆さん見たいと思うんですけど、なんで紹介しないのかって、これまあ勝手な僕の予想ですけど、健太さんの真似をして何かね事故にあったりとか、まあ、トラブルになったりとかそういうことになってほしくないから紹介しないんじゃないかなって僕は勝手に思ってます。勝手に真似して勝手に事故を起こしてもそれは全部自分の責任なので、まあ僕のせいにしたりとかね、間違っても健太さんの動画のコメント欄に、健太さんと同じようにライドしながら GoPro で撮影してたら落車して怪我しましたとか、カーボンフレーム折れましたとか、そんなコメントしちゃうと一番悲しむのは健太さんなんで、あの真似するのは勝手ですけど、間違っても人のせいにしないようにそこのところはよろしくお願いします。なので、こうやってね撮影するときはもう人のいないところ、他に自転車のいないところ、市街地じゃないところ、車が多くないところ、そういうところで撮るようにしましょう。そういうところ皆さん
注意してください。あと下り坂とかね、スピードが出るところはやらない方がいいと思います。まあ平坦とか、あとは上りですね、そういう時に撮影するようにしましょう。はい、というわけで、利根川までやってまいりました。これずっと行ってると永遠にこの道が続くんで、ちょっと引き返しますね逆サイドの景色も見せたいんで。よいしょよいしょ。ちょっとこの狭いところで華麗にターンする技術はここにはないので、見事にギャップになりましたね。しかも超風強いやんけ、おい向かい風やんけ、これはいかん、これはいかんぞ。撮影をやめる。はい、そんなわけで、今回は自転車系 YouTuber の健太さんの撮影をということでご紹介しました。皆さん、この動画が良かったらグッドボタン、コメント、よろしくお願いします。ここね、富士山見えるんですよ、利根川。茨城県取手市になるのかな、ここは。取手市、取手市、ちょっと僕地元の人間じゃないんでわからないんですけど、正面にね富士山が見える場所として僕のお気に入りスポットの一つです。はい、それだけですさよなら、バイバーイ。